モデストは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、スタニスラウス軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は20万1165人であり、州内18番が目の大きさである。モデストは、カリフォルニア州北部、サンフランシスコからは東に92マイル、州都サクラメントからは南に68マイル。 ヨセミテ国立公園の西66マイルの位置にある。モデストは29度アメリカ合衆国樹木の都市表彰を受けており、アメリカ合衆国でも最も肥沃な農地に囲まれていて、スタニスラウス軍の農業生産校ではカリフォルニア州全軍のうち6番目になっている。産品の牛乳、アーモンド、牛肉、鶏肉及びクルミを合わせると2007年の 農業生産で25億ドル近い額となった。モデストは、高い生活費、高い失業率、通勤時間の長さ及び高い犯罪率のために、住みがたい、場所ワースと1 2も入った。全米保険犯罪局によれば、自動車窃盗の割合が多い。モデストはもともと1870年に設立された、サクラメントとロサンゼルスをつなぐ鉄道の停車駅であり、 カリフォルニア就職の多くのプロジェクトで出資者となった、ウィリアム・シー・ラルストンにちなんだ名前が付けられるはずだった。しかし、ラルストンが、この提案を辞退したので、命名式典に出席していたスペイン語を話す、鉄道員がラルストンは、ムイ・マデストと言った。かくして、街の名前がモデストになった。この話の真偽はは不明である。なお、モデストの北には、マンテカや、 ダ大、南には、ロスバノスという都市がある。モデストは、人口が1000人を超えた1884年に、市政を敷いた。穀物畑があり、川や鉄道が近くにあったことで、町は大きくなった。後に、前衛の山に、ダムが作られて考えが行われ、野菜畑や果樹が増やされた。1900年には、人口が4500人となった。 第二次世界大戦の間、軍隊や同盟国のための缶詰、食品、粉ミルク及び卵が提供された。その後の数十年間でモデストの人口は年率2%で増え、1980年に10万人、2001年に20万人を超えた。市の公式スローガンは、水、富、満足、健康であり、地元の写真や絵はがきでは、 中心街の大きなアーチにその文字が書かれているのが見える。このスローガンを決めるためのコンクールが行われた。当初1位になったのはノーバディーズガットマデスト s ゴートだったが2位に入っていた現在のスローガンが最終的勝者になった。モデストの冬は冷涼で湿気があり、夏は暖かく乾燥している。カリフォルニア州のセントラルバレーではよくあるものとして、 冬の間に朝の深い地を這う霧がしばしば見られる。1月の平均気温は最高下肢53.7度、最低下肢37.6度である。7月の平均気温は最高下肢94.2度、最低下肢59.9度である。年間で下肢90度以上の日が平均80.0日あり、下肢32度以下の日が平均20.3日ある。 過去最高気温は2006年7月23日の、下市113度。過去最低は1932年12月13日と1949年1月11日の、下市18度である。年間平均降水量は12.22インチであり、1年間に平均51日の降水日がある。夏の間は稀にある。 雷雨以外は大変乾燥しているのが通常である。最も雨が多かったのは1983年の27.39インチだった。最も雨が少なかったのは1929年の5.70インチだった。1ヶ月間で最も降水量が多かったのは1988年2月であり、8.80インチだった。24時間あたり。 降水量で最も多かったのは1978年3月4日の2.72インチだった。モデストでは雪が降ることは非常に稀であるが、1962年1月21日に1.5インチの降雪があった。ジョージ・ルーカス、モデストの出身、アムトラックのモデスト駅モデストは国内でも鉄道利用が最も多い地域の一つである。 アムトラックのサンホアキンが毎日オークランドとベイカーズフィールドのルートの途中で停車し、またサクラメントとベイカーズフィールドの間のルートでは1日2便ある。モデスト市域内カリフォルニア州道99号線の東にモデストシティ軍空港がある。スカイウエスト航空がサンフランシスコ国際空港への定期便を運航している。この空港は カリフォルニア州や国内を通じて製造業や運輸業に使われている。モデスト市はトゥオルミ川沿いとスタニスラウス川近くに位置するが、川の深さが足りないことと、州道99号線近くのトゥオルミ川に小さなダムがあることのために、海洋航海可能な船舶が入る港はない。モデストには意味軸もドライ、クリークと名付けられた小さなクリークもあり、 農業排水でひどく汚染され、モデストのいくつかの公園に隣接している。川やクリークの大半はフェンスがあったり、個人の資産権があったりするために、公共の用途に供したり見ることもできない。市内には、公共の船舶浸水台やドックがない。夏は、かなり暑くなるが、条例によって、川、クリーク及び多くの灌漑用運河での水泳が禁止されている。 ウォーターフォード近くの川や湖は広いので、カヤックや小さいモーターボートを使って行くことができ、いくつか公共の船着き場もある。これは、洪水制御、灌え及び発電のために上流に、水力発電用ダムが建造された時に、政府計画の一部として備えられた。一番近くで運用されている大きな港は、ストックトン港であり、製品、特に、 セメント、肥料及び農産物を外要に運ぶ外要線に使われている。週刊高速道路5号線とカリフォルニア州道99号線がモデストに至る主要道路である。修道132号線で市内と週刊高速道路580号線とをつなぎ、ベエリアへの通勤路となっている。修道108号線は オークレールと前衛の山の東とをつないでいる。修道132号線の高速道規格部を、週間高速道路580号線から修道99号線まで、拡張する高速道を建設する計画がある。提案されている、高速道は、カンザスニーダム、高架道から、カンザスアベニューをたどり、修道99号線インターチェンジにつながるもので、ある。 その後、モデスト市を出て、週刊高速道路580号線につながる。また、州道99号線のモデスト、中央出口以外にもランプを追加して、中心街からの出入り交通量を減らす計画もある。モデストは市を取り巻く肥沃な農業用地に基盤を置く、大規模農業経済である。近くのサリダにある、アーモンド工場、ブルーダイヤモンドグロワーズが主要な、 カラカ供給者である。また世界でも最大規模のワイナリーである E&J ガロワイナリーの本社がある。ガロワイナリーの子会社であるガログラスは世界でも最大規模のワインボトル製造者である。この会社はスタニスラウス軍住人に数千の事務職と製造職を提供している。中心街の缶詰工場は通常、 サクラメントやフレズノに出荷して、鉄道や船に積み替えられる食品を生産している。セレスにはいくつかのシリアルとスナックの工場がある。中心街にはいくつか小規模の鉄工作会社がある。2008年半ば、道路の建設、再舗装及び修繕のために、1億2000万ドル近い、費用が使われたと推計されている。 2008年度のモデスト市包括的財務報告書によれば市の主要雇用主は下表の通りである。1980年代、モデスト市はカリフォルニア州の要求事項に合わせて市の総合計画の見直しを始めた。その結果、環境影響評価とともに人口と土地利用代案の包括的評価になった。実際に評価された環境側面としては 大気質、水質、環境騒音、土壌汚染及び視覚影響である。モデストの土壌の大半は、ハンフォードシリーズハブッパ、すなわち、微細砂状、ローム層、沈霊状の中間的深さに分類される。この土壌は、水はけが良く、花崗岩のお奇跡層から出た中間的荒さの土壌で、ある。ハンフォード土壌は、灌漑を施した果樹園。 畑及び市場向け作物の幅広い生産物にとって重要である。近くにある水路としてトゥオルミ川とスタニスラウス川及びトゥオルミ川に注ぐドライクリークがある。地域の地下水は市内の主要水源であり、歴史的に空間的価値があるようなやり方で改良されてきた。近くのモデスト貯水池からの水は止水を補うために使われている。 死とその周辺の様々な場所で小三寺を、ジブロモクロロエタン、揮発性有機化合物、塩分、全固形分野、他の農薬など、水質汚濁が、次から次に起こってきた。これらの汚染はどれも、自然体にわたるものではなかった。過去10年間、モデストでは、多くの音楽祭を開催しており、例えばサマーフェストや、クリス・アイザック、 フルーティーブローフィッシュ、ドゥービー・ブラザーズおよびスチュクスを登場させた中心街サマーコンサートシリーズがある。もっとも規模の大きい音楽祭はエクスクラメーションフェスティバルである。1999年に始まり15ブロックにまたがる大規模屋外行事や4ブロックをカバーする世界最脱詞のディスコなどがある。2008年の X フェストでは 50のバンドと1万5000人の監修が参加した。モデストの企業主や市民の中には下品でしばしば酔っ払ったマルディグラの雰囲気に不平を言う人もいるが、利益の多くは地元の非営利事前事業に向けられている。モデスト中心街には音楽活動や独立系映画の場所としてステート劇場がある。モデストにはコバックタウンゼントが設立した。 タウンゼント歌劇団、およびモデストパフォーミングアーツがあり、さらにガロ芸術センターがある。また、この地域では、指導的な純プロのバレエ団、セントラルウエストバレエもある。このバレエ団は、グレチェン・フォーゲルタンクによって設立され、現在は、芸術監督のルネ・ダブリュイと、バレエミストレスのレスリー・アン・ラーソンの指導家で運営されている。 ガロセンターを本拠とするモデスト公共楽団は、モデストの人口が1万7000人だった1931年に最初の演奏を行い、この地域では必要不可欠なものであり続けている。この公共楽団だけでなく、1919年に設立されたモーバンドは、アメリカ合衆国でも最コクラスで活動を継続しているバンドとなっている。 このバンドは130人のボランティア音楽家によって6週間にわたる夏の無料公演コンサートを行っている。モデストはインディーロックバンドグランダディの本拠地である。またクリスチャンレコーディングアーティストワースダイイング4の本拠地でもあり、ツアーに出ていない時はカルバリー・テンプルウォーシップセンターで演奏している。 モデスト生まれのジョージ・ルーカスが監督した1973年の映画アメリカン・グラフィティでは1962年のモデストを舞台にしているが、市政委員会はルーカスがモデストでの撮影を拒んだので、週末のクルージング場面について実際の撮影場所はカリフォルニア州の別の場所である。現在でも6月になると映画関連のイベントが開催され、 映画のファンや作中に登場したクラシックカーの展示を目当てにした自動車ファンが集まる。モデストには200以上のレストラン、カフェ、コーヒーハウス及びその他のナイトクラブがある。大半のレストランはファストフードのフランチャイズ店である。図書館近くの通りでは毎週産地直送市場が開かれている。モデストのヴィンテージフェアモールは2階建て屋内型ショッピングモールであり、 125の店舗と、フォーレバー21、アップルストア、メイシーズ、j c ペニー、シアーズの5百貨店、タクシーズハンバーガーズ、スイートリバーグリルバー、チャーリーズミミもある。H&M がある。ヴィンテージフェアモールに近い、ヴィンテージコモンズ、ショッピングセンターには、ターゲット、ベストバイ、ボーダーズよびベッドバスビヨンドなどの店舗が入っている。 その近くのコストコは、ピアワインポーツ、コストプラス、およびジャンバジュースに囲まれている。プラザパークウェイ、ショッピングセンターは、ウォールマート、コールズ、およびジョンズ・インクレディブル・ピッツァなどが入っている。主要通りである、マクヘンリー・アベニューでは、バーリントン・コート・ファクトリーや、バーンズ・アンド・ノーブル書店がある。その北部には、いくつかのカーディーラー店があり、北外れのキアナン道路には、 地域の車オークション会場がある。モデストはカリフォルニアワインの世界最大生産者かつ輸出業者である E&J ガロワイナリーの本拠でもある。アーネストとフリオのガロ兄弟によって1933年に設立されたこの会社はアメリカにおけるワイン産業の革新を続けてきた。モデストに本拠を置く他の企業としては フォスター・ファームズ・デイリーやフィスカリにチーズの国際的賞を受賞したロイヤル・ロビンズ及びシアビカ・オリーブ・オイルがある。シアトル・マリナーズ参加のモデスト・ナッツが本拠地を構えており、毎シーズン70試合のホームゲームがある。ツアー・オブ・カリフォルニアのステージレースも開催される。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 2009年1月1日時点の推計で人口は21万96人となっており前年に新築住宅が建設されたので21万人を超えた2010年から2015年の予測は少なくとも21万2000人内市5000人となっている都市圏で見ると51万7000人から52万5000人となっている モデストは1年に100人ないし2000人が増え、10年間では4000人ないし2万5000人が増えている。モデストの姿勢は市長姿勢委員会方式で行われている。市長は全市から選出される。市政委員会の委員6人はそれぞれの選挙区から選ばれている。市の最近の包括的財政報告書によれば、歳入3億2570万ドル。 歳出2億6800万ドル、総資産11億2690万ドル、負債総額3億2200万ドル、現金及び投資3億4300万ドルとなっている。カリフォルニア州議会において、モデストは上院の第12及び第14選挙区、下院の第25及び第26選挙区に属する。連邦議会では、州の 第18及び第19選挙区に属し、クックのクック党派投票指数は、それぞれ D プラス4と R プラス9である。モデストの公共輸送は、モデストエリアエクスプレス、スタニスラウスリージョナルトランシット及び、市の北端マクヘンリーアベニューに沿った、サンホア近地域交通地区が担当している。マックスは、アルタモント通勤急行のラスロップ駅とベエリア、 ラビットトランシットのダブリン・プレザントン駅と接続している交通体系である。マックスはまたダイヤルアライドと呼ばれる高齢者や障害者と特に運ぶ中間的交通サービスも行っている。ある時間帯では一般客のみへのサービスとなる。スタートはモデストと群内の他の人口集中地とを結んでいる。市の南部と東部にある大規模工業地域では 全長5マイルの単線で引き込み線なども備えた、モデストエンパイアトラクション鉄道が運行している。一時期モデスト市は、タイドウォーターサザン鉄道の運行中心であり、その本線は、南北方向の幹線道路である9番通りの中央を走っていた。この鉄道が、蒸気動力に転換された後もしばらくは、この通りの部分に張り渡された電線を残す法律が、 成立した。2000年、最後の列車が9番通りを走り、1983年以降、ユニオンパシフィック鉄道が所有していた鉄道は、モデスト市が運営している。私立学校地元の教育学区は1871年に、地域社会の生徒のために設立された。この学区は一つの小学校学区と一つの高等学校学区で構成され、 共通の教育管理理事会がある。現在の入学生徒は約3万2000人である。この地区では23の小学校、4の中学校、6の包括的高校を運営し、一つのオールターナティブ教育プログラムがある。これには継続学習、独立学習及び成人の夜間高校が含まれる。7番目の包括的高校である。 ジョセフ・グレゴリ高校の計画が進行中である。この学区で3200人を雇用し、年間予算は2億500万ドル以上となっている。私立学校は学校に直接接して市が所有する公園や将来の公園のためのスペースに計画されることが多い。モデスト市の学区内を呼びこれに接して他の教育学区があり、ここから高校に生徒を受け入れている。これには、 シルバン統合教育学区、スタニスラウス統合教育学区及びハートランサム、教育学区がある。中学校高校カリフォルニア州立大学、スタニスラウス校の書店モデストは5つの都市と、姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。